はい、ポイポンだよなたまさん、はい、この前さ、あのなたまさんテーマ持ってきてくれて、はいはい、彼女から見た彼氏って性病かもってあったじゃない。ありました。あれちょっと逆やらない？いいです ね、 ね、あの彼氏から見て彼女性病かも、はいはいはい、これ何あります？これ逆に言うと、うん、まあ、僕も男性なんで、あ、そっか、ちょっと考えやすいですね。そうだよね、逆にやっぱり匂いとかじゃないですかね。そうだね、まず来るのがね、ほんまにそれやと思う。匂い、なんでかっていうと、そのさっきさ、彼氏の出来物ってじゃん、はい、女の子にも出来物あるわけじゃん。そう、ね、ポンジローマもなるし、うん、他にもいろいろ出来物あって、うん、でもそれやっぱ分かりにくいのって、やっぱ性行為の時ってライトどんな感じ？いや、全部ついてますねそれは、なんとなくそういうの好きだからなんだけど基本的には、まあ、消灯してますよね一番受けてる、自分で言って一番受けてるこのリーゼント男がね、しでかしましたからね、今日ね、まあ、基本的には真っ暗なんですよ、はい、まあ、あのプレーによっては明るいかもしれない。で、真っ暗の中でやっぱり研ぎ澄まされた時に、うん、やっぱり目で見ての診察じゃない、診察じゃないなんていうか、目で見てのことはできないということになると、ね、やっぱし匂いとかなるんだよね、うんうん、声がさ、かすれてさ、喉の性病なんてさ、いや、それはそれはクロートだよね。すごいクロートですね、クロートだよね。もうでも声かすれてる人いるわ。達人の癖ですよ。かすれたから来たって言って凛があったって言っていた、うん、なんかね、やっぱね、声出すお仕事なのよ。はあ、なるほど。なんだっけ、あの声優さん、いやいや、あの、なんていうんだっけ、コールセンターみたいな、あー、なるほど、とかで声出さなきゃいけないんで、困ってますと。で、これなんか性病じゃないですかみたいなで、来てやっぱそうだったんだけど、まあ、それは敏感だよね、すごい。まあ、そうですね、クロートやな、クロートや。やっぱ一番分かりやすい、ごめんね、話いろいろ飛んじゃったけど、やっぱ匂いかもしれない。そうですね、で、匂い来たしやすい性病といえば、ただいま銀座光クリニックでは受付スタッフ、動画編集者、非常勤医師を募集しております。私たちと一緒に明るくて楽しい職場で働いてみませんか？で、匂い来たしやすい性病といえば、女の子、細菌性膣症ですね。と、あとは織物の異常なんで、抜群に多いよね、でも細菌性膣症は。で、ちょっと少ないけど、トリコモナス、あ、そうですね、その2つは匂いが結構あるんだ、うん、ミンシュって言って、魚の腐ったの匂いっていうのがあるんで、まあ、それが一番わかりやすいです、うんうんうん、で、ただ細菌性膣症に関しては、まあ、すごく多いんだけど、あの、なんていうかな、性病の独特の菌ではなくてもいいわけです、はいはい、膣の状況が悪くなっちゃって、その、ね、デーデルライン杆菌っていう善玉のいい菌がいなくなっちゃうことでふわっと他の菌が増えちゃうので、いわゆる性病っていうよりは、まあ、関連疾患一つなんでね、うんうん、なので、まあ、それで、性病検査してこいってなっちゃうんだけど、もしかしたらリンとかクラミチアとかいわゆるその性病の菌っていうのは出ないかもわかんない、うん、あるいはベースにそういうのがいてこじらしちゃってるかもわかんない。難しいよね、その生理が長引いてるとか、生理が長引くっていうのも、まあ、あるかもしれないんだけど、ちょっと、まあ、なんというか不正出血、そうですね、いや、多分、そう、多分男性からするとちょっと生理が長引いちゃってって言われるのかな、ね、あ、そっか、不正出血、いや例えば不正出血でって言われなくないですか？確かに、だからなんか、まあ、医療業界だったやつに不正出血 で、 で、女の人も不正出血かどうか分かりにくいってことがありますね。で、一応定義としては、あの月経以外の出血を全部言うんだけど、はい、で、まあ、でもいいものもあるんですよ、正常な場合も、例えば排卵出血とか、まあ、そういう時だったら全然それは OK なんだけど、はい、とかいろいろあるんだけど、まあ、そうなってる時っていうのは確かに性病になってることが多いよね、うん、特にクラミジアが結構あるよね。だから確かに男性から見てちょっと生理が長引いてるなっていうのは一つの確かに性病かもって思ってるかもしれないね。まあ、そうですね、うん、いや、なんかそういう断られ方をすると、そうだね、確かにね、彼女が性病かもなって思うか、うん、俺のこと嫌いかもなって思うかも。そうだね重たくなっちゃう話変わってきちゃうこれちょっと、はいはい、さっきの話に戻るんですけど、はい、患者だって、はいはいはい、これ性病なんですか？患者はまあ関連疾患でいいんじゃないですか、うん、必ずしも相手からうつるっていうのは 5% ぐらいあるって言われてるんだけど、はいはい、95% が、まあ、女性のその膣の状況が悪化して、うんうんうん、体調が悪くてとか、あとは抗生剤飲んじゃってとか、膣の状態が、まあ、悪化して患者が増える。まあ、多分あの彼女が性病かもなって思うときに、はいはい、多分その、まあ、お風呂に入った後だったら分かんないかもしれないですけど、
何も入ってない状態で始めようとしたら分かる時もあるんじゃないか、うん、織物でっていうことそうですね、まあ、確かにそうですね、うん、でも織物の正常で正常っていうのは織物のどんな状況かっていうことで、うん、性病って気づくのは多分あんまりないかもしれないかな難しいですかね難しいと思う、うん、僕自身もこの業界に来るまでは医者でもやっぱ全然分かんない、うんうんこの業界とか特人科の先生とかはまあもういつも見てるんで分かると思うんだけどなかなかちょっと織物だけで匂いなくてまあ明らか見た目チーズとかだったらあれかもしれないけど、うん、まあそうですね確かにあとはねちょっとやっぱサラサラ系でちょっと黄緑織物とかだと確かにリンとかクラの時が多いかな、うん、あとは多くはないんだけどリンでもう海海の時はある、まあ、それも匂いもあるんだけど、うん、海海 で尿道の周囲も海海、うん、だけどまあ真っ暗な中でそこまで分かるかって言うとやっぱり難しいかなやっぱり、まあ、そのなんというか、やっぱ匂いが一番分かりやすいかもしれないですね、うん、ピンポイントで。で、それで来る患者さんも多いわ、うんうん、彼からちょっと匂いが気になるって言われてっていう人多いね、うん、なるほど。ただね、匂いね、これ全部が織物が原因でもないのよ、はいはいはい、例えば陰毛とかがやっぱり原因になってることもあったりするから、はい、だから結構なんて言ったらいいかな、剛毛っていうかすごいたくさん毛があるっていうのはやっぱおしっことかさ、便とかまあついちゃったりとかで匂いの原因になったりもするし、うん、やっぱ毛の処理とかそういうのにも関わってきたりはするかな、うん、やっぱり脱毛のね、ところに行く方も多いんでそうだそういうところでこう、密輸入とかね、うん、だからやっぱね、総合なんですよね、で、あとはね、さっきライトっていう話もしたけど、はいはい、例えばもう診断がついた先生からコンジローマって言われた後のフォローとかは、うんうん、結構彼氏が見てあげるっていう人は多いんだけど、はい、それは結構ね、医者じゃなくてもちゃんと見てくれてる、うんうん、言ったのと合ってるで、女の人は特に自分で見れないんで、ほとんど膣前底部のところとか、あと膣の入り口のところとかね、そういうところを、まあ、彼氏にこれ見てもらってとか、彼氏にそのネームつけてもらってって僕が結構指導したりすると、だんだん小さくなってきたって彼氏が言いますって言うと大体あって、おーすごいですね、うん、だからそういう使い方っていうか彼氏を使うという方、何番目の彼氏でもいいですよね。それはやっぱトップの、ね、トップの彼氏に使わせてもらおう、そこは、うん、まあでも、その前の動画でも何ちゅう話をしてる真面目な話してるまあ前の動画でもやっぱりちょっと話になりましたけど、やっぱりこうお互いにちょっと確認し合うじゃないけど、はいはい、イボとかその出来物系に関してはやっぱ見合うっていうのはそうですね、いいですね、うん、うん、それはいいと思う、うん、で、やっぱり見分け方というか、うん、やっぱり昔からあるんだったら基本的にはあんま性病じゃないことの方が多い傾向にあるかな。そうですね、なんか途端やっぱりパートナーにだし、ね、あとはとか数が増えていくっていうのはやっぱし、まあ、ある程度の主要性な性格があるんで、まあ、良性腫瘍だとしても、うん、コンジローマとか水疱とか可能性が出てくる、まあ、それに、ね、パートナーなんでちょっと怖いですよね、怖いです、ね、が自分のところに来る可能性だってあるじゃないですか。そうそうそう、でこれいつも話題になるのがさ、そのじゃあ浮気してるのかっていう話、うん、で結構コンジローマとかは8ヶ月前とかって言っちゃったりすると、 その前の彼氏前の彼女からもらってくるってことも全然あるから、早とちり喧嘩はやめましょうみたいな。そうです ね、相手を信じてあげて。そうですね、2人が健康であることが一番大事だから、うん、うん、直せますからね。直せますから、銀座で、銀座で、まあ、どこでも直せますから銀座来てくれてもいいかもしれません。はい、このぐらい、こんな感じでしょうか。いいかな。いや、すごい、まあまあ、男女の違いはやっぱり電気をつけるか消すかっていうところがあるんで、いやそこもある。そうですね、あと匂い大事。そうですね、女子は恥ずかしいけどたまには電気つけといた方が病気見つけてくれるかもしれない。そうですね、スポットライトでもいいから。だけど大体男がつけてっていう時は病気を探す時じゃないからね、うん、そうやっぱり指摘、ね、視野、なんていうの、視認というか、うん、見て興奮するっていうのがためだってことが多い。病気探すことはないこれから成功する相手夢も何もなくなりますね。怖いな。怖いな。怖いですね。そういう感じでよろしいですか。はい。あ、でもごめんごめん。これもう一回言っていい？はいはい、だけど性病じゃないのに疑われちゃうこともある。見た目。どういうこと？例えば血管質とか血腫とかがあると、はいはいはい、僕ら見たらすぐ分かるんだけど、男の子からしたらこれなんかおかしいから行ってきてとか、これ言われちゃったかとかね。そういうこともある。正常なのに、そうそうそう、ね、病気じゃないのに。じゃあ次回はそのお話について適当やな。じゃあこんな感じでバイバイバイバーバイバイバイバーバイバイ。
きありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。